ボルンにあるネットカー VDL ネットカーは VDL グループの100%子会社であり、オランダ唯一の量産乗用車メーカーである。リンブルフ州ボルンに92万7000平方メートルの拠点を構え、約20万台の製造能力を有し、2000年10月4日には100万台目の車となる三菱スペーススターを製造した。 工場自体は1967年以来450万台以上の自動車を製造した。2014年7月17日、BMW グループが委託したミニハッチバックの生産が開始された。工場は1967年旧バンドールネ自動車工場によって設立され、1972年から1975年頃に、スウェーデンのボルボによって買収された後も続いた。 1990年初期に資金難から閉鎖の危機に直面し、政府は存続を保障しようとした。オランダ政府、ボルボ、三菱自動車工業による合弁事業が1991年8月から開始された。1996年にボルボカーズ BV からネザーランズカー BV に解消する前のことであったが、1999年2月15日、 オランダ政府は保有していた株式をパートナーの2社に売却し、2社が50%ずつを保有することとなった。その後、2001年3月30日、ボルボは株式を三菱に売却し、三菱の100%個会社となった。最後のボルボ社は2004年に製造された。欧州危機による新車需要の低迷、超円高による収益の悪化により、2012年末を もって、工場を閉鎖するとしていたが、2012年7月11日に、ネザーランズカービー V の全株式を VDL グループに売却すると発表し、VDL 参加の工場として存続することとなった。なお、売却額は1ユーロ。VDL ネットカーでは2014年より、BMW ミニのライセンス生産を行うと、報じられ、2014年7月17日から、 ミニハッチバックの生産が開始され、オランダ唯一の量産自動車メーカーとして復活した。2012年まで、ネットカーは、主に2004年から製造を開始した、三菱、コルトを製造していた。2006年中頃に製造が打ち切られるまでは、ダイムラークライスラー向けに、コルトの姉妹車である、スマートフォーも製造していた。2001年以後は、 工場の長期的な存続が疑問視されるようになり、当時三菱自動車用王であったロルフ・エクロートは、経済的に存立を維持するには、生産能力を年28万台に引き上げる必要があると述べている。2005年には、スマート方法の製造打ち切りに反発して、労働葬儀が発生した。三菱が2009年に、ポルトがライフサイクルの終焉を迎えるまでは、 工場の創業を維持するとの声明を出したものの、その後、欧州市場向けの三菱、アウトランダーは2008年に製造が日本からオランダに移された。労働組合、FNV、ネットカー COO、ヨースト・ホバーツ、及び労使協議会は、工場の未来を安堵する上で、大きな一歩であるとの声明を出した。だが、これは日本から部品を輸出して組み立てるため、超円高により、 収益が悪化することとなった。ネットカーは2004年から2006年までスマート方法を製造していた。2014年7月17日からミニハッチバックの生産が開始され、ミニハッチバックはイギリスオックスフォード工場と VDL ネットカーのボルン工場の2拠点体制となった。ありがとうございます。